皆さんこんにちは、 MLB カフェ東京のはるかです。さあ私は今日どこに来ているかと申しますと、新宿のセレクションにやってまいりました。それでは早速行ってみましょう。店内入ってまいりました。まずは見てください、店頭にキャッツコーナーがずらーっと並んでおります。こちらにもまずは前年度のワールドシリーズチャンピオンアストロズ、そしてその前ですね、2016年のカブスも、こんなクマさんの可愛いのもありますね。こちらインディアンスも、このロゴもう手に入らないですからね、きっとレアなんだと思います。そして上にはイチロー選手の背番号が入ったマリナーズのキャップもありますね。テンション上がりますね。そしてちょっと奥に行ってみましょう。そして店内真ん中にドカーンとエンゼルスのコーナーがございます。はい、さあさらに店内奥に進みますと、このようにずらーっと T シャツコーナーがございます。たくさんいろんな球団のものがありますね。そしてこちらはイチロー選手のコーナーです。こちらの T シャツは3000本安打した時の記念 T シャツと、こちらはマイアミマーリンズの時の T シャツやユニフォームなんかもたくさんありますね。そしてそして今季から目指しましたシアトルマリナーズのユニフォームもございます。さあこちらのエンゼルスコーナーですが、もちろん大谷選手のグッズも置いてあります。かわいいですね、見てくださいこのピンバッジ、ハートがついてますよ。 T シャツの形のしたやつもあります。そしてそしてこちらにはMLB カフェ東京のグッズ売り場にはないようなこのロゴだったり、たくさんの種類の T シャツも置いてあります。セレクションの山寺さんです、よろしくお願いします。いやメジャーリーグ盛り上がってますね。本当盛り上がりですね、今までにない盛り上がりで私たちとても嬉しいのですが、ちなみに好きな球団とかはあるんですか？私はもうずっとヤンキースを応援してます。さすが T シャツ着れますね。この T シャツ可愛いですね。これね、お店に売ってる私のおすすめなんで、おすすめぜひ山寺さんのおすすめを。さあそんな私たちがですね、今回ご紹介したいのがこちらです。じゃん、この度 MLB カフェ東京とセレクションがコラボしてスタンプラリーキャンペーンを行っております。イエーイ。さあ両店舗のスタンプを集めて豪華景品を当ててくださいということで、セレクションさんの方ではどのような景品をご用意してくださってるのでしょうか？はい、こちらではセレクションということで MLB グッズをたくさんご用意しております。今や大人気のエンゼルス大谷選手のグッズもご用意してます。いやいいですね。そして MLB カフェ東京ではお食事券や同じくグッズなどもご用意しておりますので、ぜひ皆さん応募してください。お待ちしております。